今回ご紹介するお店はこちらになります。一角さんです。非常に楽しみです。はい、というわけで香川県の、ね、一角さんに今日はねやってきてるんですけども、まあ、ちらほら待ってる方がねおられるということで。そうですね、待ってますよね。本当にちょうど僕も久々のねこの香川の一角というか、まあね、本籍地が香川なんですけど、なかなかその食べる機会がないというか、で今日はこちらの方にねお邪魔しようかなと思います。ちょっと撮影 OK もらったんで、というわけでこちらが気になるメニューになるんですよね。一角さんといったらね、やはり骨付き鳥がね有名なんですよね。その骨付き鳥の中でも親鳥、ひな鳥というのがあるんですよね。親鳥はしっかりした噛み応えで、ひな鳥は柔らかくてジューシーな感じです。もうひな鳥の方はねお子さんとか、女性の方におすすめです。そしてこちらがその他のメニューになります。鶏飯、おむすび、スープ、サラダ、その他ねちょいつまみの、酒のあてがあるような感じです。こちらがねお酒のメニュー、ソフトドリンクになりますね、はい、こちらが、一角の楽しみ方ということで、もちろんこのね骨付き鶏を頼んでいただくという形になるんですけども、まあ、中でもその骨付き鶏の油に、キャベツをつけるのがベタということになっております。さあ楽しみですね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ちょっと気になった点が、この普通のやつなんですけど、ほら一角って入ってる。意外なんか普通なんもないけどね、うん、こだわりの、うん、します。あ、すいません親鳥とひな鳥、ひな鳥ご注文。ひな鳥、はい、そこの子お厚いのでご注文。はい、でした。ほら親鳥、はい、そして結びと鶏飯になります。はい、結びの、あ、結びで、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じになっています。じゃあね、企画いただこうかなと思います。こういう感じになります。おお、やばいやばい。こういう感じで、うん、あ、美味しいっす。うまい。これ噛み応えがありますね。あの、今日このおにぎり、うん、あ、これ結構いい味してます。大人の味ですね。でも胡椒が結構ピリ辛な、うん、うん、うまい。これはやばい。これすごい柔らかい。噛んだ瞬間にちょっとロッと、ああ強くなって、こちらちょっと開けて食べましょう。この、うん、鶏飯と鶏が、うん、
い弾力で、絶品ですね。間違いなく食べてもらいたいですね。はい、うん、した一角、僕初めて来たんですよ。なんか愛媛とかいて結構いろいろ香川とかも遊び来てるんですけど、うどんはね、結構食べると思うんですけど、一角行ってなかったんですけど、すごい一角ね、本当スパイシーで、もう外の皮パリッと、中じわっとね、とても本当に、あの値段は安いぐらい、1000円ぐらいするんですけど、あの値段は安いって思うぐらい、めっちゃ美味しかったんで、ぜひぜひ本当にね、来てもらったら、ね、いいんじゃないかと思います。いや、しまって、平日11時から14時。からの、休憩挟みまして17時から22時、土日祝日はぶっ通しでこんな感じでやってます、毎週水曜日定休日という、よかったですね、タイミング的に。はい、ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。